いたします政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします環境及び公害問題に関する調査のため本日の委員会に理事会協議のとおり経済産業大臣官房審議官谷明人君ほか11名を政府参考人として出席を求めその説明を聴取することにご意議ございませんかご意議ないと認め作用決定いたします 環境及び公害問題に関する調査を議題とし環境行政等の基本政策に関する件公害等調整委員会の業務等に関する件及び原子力規制委員会の業務に関する件について質疑を行います質疑のある方は順次ご発言願います吉川由美君おはようございます自民党吉川由美でございます 本日は環境大臣の所信表明について、私、吉川由美えこれまで環境専門といたしまして、約20年間取り組みをしてまいりましたので、その立場を踏まえ、ご質問をさせていただければと思います。 先ほどど申しし上げましたけれども私、環境、また農業を専門として20年間、その分野に携わってまいりました、前職は環境コンサル、また審査の立場、そして直近では金融機関の中で,です、ね、企業、また地方公共団体の環境取り組みの支援、そしてまさに環境省さんの委員会の委員や、また制度設計の創設にも関わらせていただきました、そういった立場からいろいろとご,ご質問させていただきたいと思いますし、この の環境というものはこれからの日本の経済発展になくてはならない大きな分野であるとも思っております、そして一つのそういった分野であるというだけではなく、この日本のみならず、地球を、そして人類をこれから長期的にどうやって考えていくのかという意味において、非常に重要な部分であると思いますので、そういった視点にも立ってご質問をさせていただければと思います。まず我が国ではですね 先般おととい3月11日でございましたけれども3年前の東日本大震災その後ですね、まさに我が国国を挙げて復興に取り組んでいこうそして原子力の除染などそういったことに全力を挙げて取り組むという中で,です、ね、残念ながらそれまで,です、ね、我が国の中で企業あるいは市民が環境に対して持ってきた環境に対する意識ということが残念ながらこう少し後退をして てきいいいるとううような思いが拭えません実際に私、えー、金融機関におりまして、さまざまな企業、またあの市民の皆様とお付き合いをさせていただきましたけれども、そういった実際の経験からも、えー、残念ながら、この現在の環境に対する意識の後退ということは、現実のものとして感じてきたものでございます。えー、ただ一方でその 間においてもです、ね、欧米各国ではです、ね、特に気候変動を中心として、今でもです、ね、精力的に環境取り組みへの勢いというものは続いているというのが現状でございます。例えば EU に関しましても、ご存じのとおり、温室効果ガス、排出量取引あるいは再エネの義務的導入ということで、排出量削減を順調に進めておりまして、ご存じのとおりだと思いますけれども、2020年 今年以降につきましても、世界に先駆けて2030年に1990年対比40%削減というような、えー、欧州委員会での提案というものをしたところでございます。 またアメリカにおきましてもシェールガスが出たということもありますけれども、これからの気候変動に対する対策、それを、まあ、世界でリーダーシップをとって取り組んでいこうという動きがございますし、アメリカにおける火力あの発電事業、ですね火力発電におきましても、これまでよりも規制を火力発電設備の規制をです、ね、非常に強くしている、厳しくしているというような現状がございます。で他方です、ね、グローバルな視点で見てみますと中国 ブラジルなどのブリックス諸国またインドネシア、タイというところはあの経済発展に伴ってさ、ね、まざまな温室効果ガスの、えー、上昇に。えー はじめですね、環境問題が出ているという中で、環境関連規制を強化しているというところが、えー、諸外国の現状でございます、そういった中で、えー、少し誤解を恐れずに申しますと、我が国のこの環境政策、あるいは企業、市民の環境取り組みというものは、ですね、この世界各国の流れから少し取り残されているというようなことはないでしょうかというような危惧をですね、私、この数年間、非常に強く持っております。 昨今では我が国においても PM2.5 の問題ございます、そして鳥獣害の問題、またあの今年も大変大きな被害がございました、夏の。えー 大洪水、また船舶のですね、雪害、これも気象変動が起因しているという説もございます、そういった意味におきましても、ぜひともです、ね、この環境問題に対する意識というものを、あのもう一度です、ね、しっかりと持っていく必要があるというところを感じております、そこで石原大臣にお伺いをさせていただきたいと思います、気候変動はもとより、この廃棄物、あるいはリサイクル、生物多様性といった、いわゆる環境対策、 また、公害対策といったところ従前より環境省さんが本当に力を入れて長年にわたり取り組まれてきた部分着々と進められてきたこのお取り組みをです、ね、企業の環境経営の促進ということも含めそしてまた環境技術の推進ということも入れてです、ね、改めてさらにです、ね、力を入れていくべきではないでしょうかそして国民の意識というものをもう一度しっかりとつけるべきではないかと思いますけれどもそのあたりに関する大臣の基本的な考えを お伺いいさせていただければと思いまだ、吉川委員の議員になられるまでのご経歴の中で、環境コンサルタントとして、また、えー、農業の普及等々について取り組まれてきた人生経験の中で、昨今のこの 環境に対する取り組み、また国民の皆様方の環境に対する考え方というものが若干、あかつてと違うのではないかというようなご指摘、私もあのここ数年間、あの2007、8年の頃の環境ブームと比較いたしますと、ですね、えー、大変、えー、少し当時と比べると下火になってきているのかなというような危惧は同じように持っております。<laughs> またあの 委員が質問の最後であのご言及されました改めてその、これまでの取り組み環境、廃棄物リサイクル生物多様性こういうものに力を入れるべきだというご指摘はまさに同感でございますあの私も昨年来島し諸国を巡らせていただきまして、まあ、気候変動の影響が国家の存亡に 大きな影を落としているということを目の当たりにしまして、ですね愕然といたしました、もう国ごと移住をしなければならないということを視野に考えている人たちが現実にいらっしゃいます、あるいは今、幸いにも、えー、大きな被害は出ておりませんけれども、国民の皆さん方のた最大の関心事である越境、まあ、汚染に原因があ,あるとされております PM2.5、大気汚染。 あるいは水質、汚濁、まあ、いずれもですね、その国内外で大きな課題となっているということは私たちは決して忘れてはならないんだと思います、あのー、循環型社会、このことは最近使われないんですがやっぱり日本人が江戸文化の中で完成をさせた循環型社会、そあるいは生物多様性の保全、また 我が国のみならず今お話をさせていただいたものは世界共通の課題であるということを再認識していかなければならないと思いますあの古い話ですけども1970年代自動車の排ガス規制がです、ね、その我が国の自動車産業界の競争力を高めたように環境の規制というものは経済成長の大きな力となってきたという事実があると思います。 このようにその環境対策というものは技術の革新や環境に配慮した経営を委員のご指摘のとおり促しますしこれからの我が国の経済発展に、えー、つながる大きなファクターであると思っております、まあ、そうすることで、まあ、美しく住み多い日本、まあ、月並みな言葉でございますけれどもそしてこの素晴らしい地球を次世代にしっかりと継承していく取り組みというものに、えー、委員のお話を聞かせていただきまして 環境省一丸になって取り組まねばと考えさせていただいたところでもございます石川由美君。 大臣ありがとうございますあの石原大臣の言葉としてまさに同じ思いで,です、ね、考えていただいているということをお伺いすることができて大変ありがたくまた嬉しく思っております、ぜひともあのもちろんあの復興第一、そしてこれからの日本をこういかに東日本大震災から前に向いて進んでいくかということはあの本当に重要かつ迅速に対応しなければいけないことでございますけれども、同時にそういった長期で見たこの取り組みということもぜひ環境省さんとしてもお願いをできればと思います。で先ほど 大臣のご答弁の中にもいただきました、まさにこの環境の技術というところは、この日本の経済発展にも必要不可欠な部分であるかと思います。我が国はオイルショック、またさまざまなです、ね、あの公害の問題を乗り越えて、新しい世界に先,先駆けた誇るべき技術を持ち、そしてさまざまな課題に解決を、まあ、果たしてきたというところがございます。ぜ、え、ひ、ー、ともこのの日本の誇るる、ね、環環境境ビジネスあるいは環境技術 あるいは環境サービスというものを、えー、まさにアベノミクスの三本の矢であります、あのこれからの日本の発展に、えー、使っていくべきではないかというふうふに思っておりますけれども、えー、大臣のです、ね、もう一度お伺いあのさせていただきたいと思いますけれども、えーこのえー、今後成長が見込まれる環境、えー、ビジネスの分野に関します、えー、マーケットの状況、あるいはこの世界の中でこの日本が今まで培ってきた技術をあどのように、えーおかがあのまあ、広げていくかとあ、大変失礼いたしました。そちらを ぜひ、ね、ともあの清水総合政策局長の方にお伺いをさせていただければと思います。よろししくお願い,いたします清水局長。お答え申し上げます。えっと、まずあの、我が国における、世界における我が国の環境ビジネスの位置づけでございますが、まあ、世界中で,です、ね、環境関連技術の出願人国籍別の特許公開数というものがございます。これで見ますと 日本は4万件ということで世界の中で第1位でございます。我が国の企業の環境技術は高い競争力を持っているというふうに認識しております。次に、我が国の環境ビジネスの成長の見通しでございますが、環境省におきましては、環境産業の市場規模や雇用規模の調査、 それから環境産業の業況を把握するための調査、いわゆる環境短観ということでございますが、この2つの調査を実施しております。環境産業の市場規模について見ますと、平成23年には81.7兆円、この10年間で約1.4倍に増加しているという、そういうことでございます。 <laughs> 全ビジネスで市場規模の伸びを見ますと、ですね統計ベースはやや異なるわけでございますが、この間、ほぼ横ばいということでありますので、環境産業の伸び率は大変大きいというふうに認識しております。また、昨年12月に実施しました、環境経済観測調査、いわゆる環境短観でございますが、 環境ビジネスの業況を示す DI について見ますと、現在の DI が17、10年先の DI が25と、8ポイント大きく伸びる結果となっております。このように、環境ビジネスは引き続き成長が見込まれているわけでございます。 なおあの全ビジネスで見ますと DI は現在9、10年後10というふうになっておりますので、まあ、これらの数値と比べても高い値ということで環境ビジネスは他産業と比べても大変有望な分野であるというふうふに認識しております。 ありがとうございます。環境ビジネス、日本の中でいろいろな産業の中でも特に伸びがあの、まあ、伸びている傾向にあるということを伺えてきてです、ね、大変うれしく思います、えー、先般、昨年ですけれどもあのアベノミクスの三本目の矢である民間投資を喚起する成長戦略というのを実現するための法律として産業競争力強化法が成立いたしました。 これまであのまあまさにですね今あのおっしゃっていただいた環境ビジネス伸びている部分をですね環境省さんとサポートされてきた部分がですねまさにこの日本の成長戦略の一つとしてまああの柱となっているということなんですけれどもそこにもですねぜひともこの経済産業省さんとともに環境省さんもですねこの法律にも積極的に関与をしていっていただきたいというふうに思いますこれまで環境省さん経済産業省さんまああの類似の事項でですねそれぞれがまあ 法律を作られるあるいはそれぞれが制度を作られて、なかなか、えー、企業側、あるいは市民側にとって非常にわかりづらい、また使いにくいというようなことがあったかと思いますので、ぜひともこの、えー、日本の経済発展に向けて、ですね、えー、各省庁一丸となった取り組みをお願いできればと思います。そ、えー、そしてののの中で特にこの日本の、えー 環境技術中小企業、また小規模事業者の役割も非常に大きいところがございます、小さい企業でも非常に高い技術を持った会社、日本の中にはとても多ございます、そしてこの日本の経済成長をしていくためには、まさにこの地方の発展、そして地方における中小企業、小規模事業者の存在というのはなくてはならないものでございますし、今回です、今国会において、経済産業省さんの方から、小規模企業基本法あ、振興基本法が出されま 予定といいううふうに聞いております、えー、先ほどご答弁においてです、ね、環境ビジネスに対する、まあ、見通しは非常に明るいというお話をいただきましたけれども、実際にこの中小小規模事業者は、環境という分野をこれからどういうふうな形で考えているのか。 平成、えー、2013年版のですね中小企業白書、この中で新事業を展開する、あるいは検討しているという中小企業の中で、ですねどんな分野がやりたいですかと、やってみたいですかという問いに対して、新エネ分野、また再エネ分野と答えた企業が中小企業は約3割。 ございますそういった意味でも、これからの中小企業、そして小規模事業者にとって、この環境分野というものは非常に、自分たちがこれから頑張っていこう、伸びていこうという部分でも期待がかかっている分野だなというふうに思っております。 で他方ですね、私の地元、三重県では、えー、三重環境対象というものをしておりまして、環境に配慮した経営をされている中小企業を応援していこうという取り組みをさせていただいております。えー、最近ですね、三重環境対象の経営部門で、私の地元、三重県桑名市の株式会社、ハツメックさんと、ようやく60名の会社なんですけれども、表面勝利加工をしている会社ですが、ここはですね、まあ、60名の中小企業ですけれども、 この環境ということを企業の戦略そしてリスク管理の一つとして大きく捉えて真剣な取り組みをされていらっしゃいますそういった意味で申しますと中小企業にとってです、ね、この環境ビジネスチャンスであると同時にこの環境に取り組まないということ自体,自体が非常にリスクにもなるというような時代にもなっておりそういったことをです、ね、積極的に政府として支援していくことも必要なのではないかなというふうふに思っております。 私、前職時代にですね、環境切り口に攻めとまさにリスク管理を行っている企業を優遇していくという金融商品を創設いたしまして約1500社の企業にお取り,かお取り組みを、まあ、いただいてまいりましたこういった形でですね、環境省さんといたしましてもこういった環境経営を積極的に行われる企業に対してそういった企業がですね、中小企業も含めてさらに増えるよう取り組みのインセンティブとなるような施策をですね ぜひとも積極的に行っていただきたいなというふうに思っております。昨今では特に大企業についてですけれども、世界的なあの環境経営度合いを図る仕組みでありますカーボンディスクロージャープロジェクトというものがございまして、このカーボンディスクロージャープロジェクトで上位の企業の株式リターンはそうでない企業のですねよりもまあ上回っているというような結果も出始めております。そういったことがもうぜひともですね頑張っていらっしゃる企業がぜひとも企業活動 として上げていくというようなあの仕組みあるいは流れを作るような政策をですね、ぜひとも取っていただきたいというふうに思っております。え、こういったですね、合わせてですね、企業価値を高めるためのまあ方策推進政策についてもお聞かせをいただければと思います。えー、北川副大臣お願いできればと思います。北川副大臣、えー、ただいま委員ご指摘のとおり、小規模事業者を含む幅広い企業が積極的に 環境ビジネスに取り組んでいただけるよう、この環境経験を進めていくように、さまざまな形での支援が重要であると、われわれも考えております、また委員も金融関係にご在籍をされておられましたので、この金融と環境との結びつき、今後非常に重要であるという認識でもありまして、その中で先ほどお話がありました、 産業競争力強化法等についてお話があったわけでありますが、環境省といたしましても、この法案に積極的に協力をしてきたところであります。例えば、産業競争力強化法に基づき生産性向上設備、投資促進税制が設けられたわけでありますが、その検討の際には、環境省からの提案として、 また、環境部会の意見を踏まえて、ノンフロン設備や地球温暖化対策に資する設備への投資が含まれることになりました。企業における環境への取り組みにおきましては、自らの事業活動と環境との関わりを、ビジネスチャンスと経営リスクの両面で的確に把握をし、経営にしっかり反映をさせていくことが重要であると我々も考えております。そうしたた取り組みを支援するためにに中小企業にも 取り組みやすい環境マネジメントシステムである委員もよくご承知のエコアクション21の普及を進めておりますさらに環境経営の取り組みを企業価値の向上につなげていく上では金融機関等を含む利害関係者に対して情報開示をいたしコミュニケーションを進めていただくことが また重要であるとも考えておりまして、環境省といたしましては、環境報告のガイドラインの策定や、優れた環境経営を行っている企業の表彰等を、三重県でも先ほど行われているところでありますが、環境省としても行っているところであります。また企業活動にに伴う環境分野に関する情報を 金融機関等がより利用しやすくするための情報基盤の整備にも、今年度から着手をしたところであり、今後とも関係省庁と連携し、企業の環境経営の促進に努めていきたいと考えております。吉川由美君。 ありがとうございましたあの。大変心強いご答弁をお伺いいたしましてあの本当にありがたく思います。ぜひともです、ね、この企業価値とあの、まあ、環境取り組みあるいはサステナブルな経営というところのリンクということをです、ね、環境省さんといたしましても具体的な形で数値として見えるようなあの施策ということを、えーまあ、検討していただければという,ふうに切に、えー、願いたいと思います。 えー、さてで、えー、次にですねこの気候変動、えー、まさに深刻化しているそして温室効果ガス削減のためのですね技術がさらに必要になってくるという昨今においてこの低炭素技術に対するマーケットも非常に拡大していくというふうふに思われます。 その中で,です、ね、世界各国の例、冒頭述べさせていただきました例のようにです、ね、世界全体が低炭素社会にシフトしていく中で繰り返しになりますけれども、この日本が有する優れた環境技術、温暖化対策技術というものが市場でさらに評価され、活用が進むよう、国としても積極的にご支援をいただきたいと思いますし、非常に重要でないかというふうに思っております。このこのとに関連いたしましまて、先般市原環境大 大臣より、エルテックジャパン・イニシアティブというものが公表されました。 えー、非常にです、ね、こう具体的な形にして、まあ、進めていくあるいは目標を立てて、えー、こうそれを達成していくということは非常に重要なことでありますしこのような形であの公表されるということは、まあ、非常にです、ね、有意義なことであるというふうふに思いますけれども、えー、このエルテックジャパンイニシアティブに類するものこれまで幾度となく出されてきたのではないかというふうふに大変失礼ながら思っております、えー、そこでこのイニシアティブ、えー、従来の政策とどういった点が異なり また具体的な効果として、えー、どういったところを目指していらっしゃるのか、えー、大臣よりご説明をお願いできればと思います石原大臣あの吉川委員のご指摘のとおり過去にもあるんですね、でなんでエルテックジャパンイニシャチブ名前変えてです、ね、リーディング・ローカーボンというのはもっと分かりやすいのに、ね、こういう名前をつけているかというとやっぱり注目を浴びなくなってしまったということがあっているので あのリニューアルをしてまた関心を持っていただこう、まあ、そういう思いを持っているということはぜひご理解をいただきたいと思うんですで今、委員がご指摘されましたように大幅に省エネにつながるような先駆的な技術やっぱり日本は持ってますよね、それを開発したり導入したり普及したりすることを国の内外を問わず、まあ、強力に推進していくという環境省としての 意思表示であると、まあ、こんなふうにご理解をいただきたいと思うんですじゃあ今回は過去とどのように違うのか、まあ、具体例をいくつか出させていただきたいと思うんですけれども、あのー、エネルギー転換からノンフロン化に至る広範囲に渡りますこのリー,ーディング・ローカーボンの、うん、リストをです、ね、情報発信するとでリストを活用しながらそれを受ける産業界側が えー、導入状況をその役所の方でチェックをさせていただいて、えー、普及が進んでいないことが判明した技術についてはこういうふうにやればもっと導入しやすいですしもし何か足りないところがあるなら雇用手伝いをしますよ、まあ、こんなことをさせていただければと思っておりますまた、あのー、新たなその分野がこう表に出てくるようであるならば、まあ、開発実証を推進していこうと。 こんなことを考えさせていただいております。まあ、環境規制行政の新たなアプローチ、取り組みであるというふうに私どもは位置づけさせていただいているところでございます。そして、前もやってるじゃないか、もうその通りなんでございますが、従来から進めております再エネの導入促進と、まあ、今回打ち出した大幅な省エネの推進等ですね、あの 先ほどはリニューアルというような言い方をしたんですけれども、過去あるものでもいいものは一緒に走らせて、まあ、車の両輪としてですね、低炭素社会への移行というものをリードしてまいりたいと考えており、まあ、これによりまして経済の活性化、委員がここまでご議論をいただいているようなこのものを使ってアベノミクスを進めようというような趣旨にのっとって運用ができるように努力をしたいと考えております。 吉川由美君ありがとうございました大変失礼をいたしましたあのそういったまずは打ち出しという意味も非常に、えー えー、あの意義があることだと思いますし、まあ、今までの施策とまあ両輪でということでございますので、あの理解いたしました、えー、そのエルテック・ジャパン・イニシアティブの中ではです、ね、あのオリンピックでの環境技術の発信ということも位置づけられており、ます。大臣昇進の中にも、このオリンピックの中で環境と、東京オリンピックの中で環境ということを打ち出していくというようなところもございました。 オリンピック・パラリンピックの東京大会が開催される2020年、この年は温室効果ガスのまさに削減目標の年でもございます。 世界から注目が集まり世界から多くの方々がこの日本、東京に来てくださるというこの年を契機にですね、ぜひとも今、環境省さんの中でも進めておられる日本の削減目標達成をアピールとするとともにこの技術ということをですね、アピールする機会にしていただければと世界に発信する場にしていただければというふうふに思います。 ただ、現在において、まあ、どのような形でこの2020年オリンピック・パラリンピックにおいてですね、この環境への取り組みをアピールされようとしていらっしゃるのか、えー、そこがですね、えー、少し感じられない今一つ感じられないというのは大変失礼ながら私だけでしょうか、えー、ぜひともですね、この環境省さんといたしまして2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けてこの日本が誇る環境技術をですね、どのように 発信し、そしてこのオリンピックパラリンピックの中でそこで環境省さんがぜひともイニシアティブを取ってですね、いろいろな活動をしていただくと、そこをどのような形で考えておられるのか、その具体的取り組みのまあご検討中のこともあるかもしれませんがお聞かせいただければと思います。石原大臣、あの大変重要なご指摘をいただいたと思っております。あのやはり徹底的に環境に配慮したんですよってことをやっぱり。 アピールしていかない限りは我々がいくら環境オリンピックだと言っても世界の方々は何だということになってしまうんだと思いますでこういうちょうど今委員のご指摘のとおり2020年が温室効果ガスの削減目標年でもあるわけでございますんでこの大会を契機として東京を中心とした大都市圏を低炭素化するなどの環境都市でオリンピックをやったんだってことを 示してていくってこととこが私は大切だと思っておりますあのー、昨日なんですがたまたまあのー、昨年秋に東京で54年ぶりに国体やりまして私事で恐縮なんですが東京の陸上競技会の私会長をしてるんですけども45年ぶりに男,男女総合女子総合皇后杯も取らせていただきまして昨日福祉会がありましてそこにやはり この2020年のオリンピックの施設を作る人たち、あるいは、えー、東京都の外郭団体の理事の方々、大勢いらっしゃいましたので、今、ちょうど委員がご指摘されたような皆さん方、ぜひですねちょっと今欠けてるのは環境オリンピックっていうアピールがちょっと少ないんじゃないですかと、それ、一つ施設一つにしても、あるいはトランスポート一つ一つ取ってみても、その日本だ,だからできたんだ、日本は違うなっていうものを まあ考えててくだだささいいいお願いをさせていたたきました、まあ、あの関係者の方々もその通りだというお話でございましたし、環境省としてもその大きな方向性と、まあ、それに基づく具体策をです、ね、やはり委員のご指摘のとおり、党委員会等々にも示せるようにです、ね、事務方を今、特例させていただいているところでございます。石川由美君 ありがとうございました。ぜひともあの活気のあるですねこのオリンピック環境ということも一つの大きなアピールとしていただければと思います。えー、このオリンピックパラリンピック大会においてこのゴミがない、えー、日本ということも一つのアピールになるかと思いますけれども、その廃棄物について次お伺いさせていただきたいと思います。えー、近年、えー、海岸の漂着物まあ、これが全国各地の海岸においてですね大量にお使用をし寄せておりまして、これがですね環境の悪化またあの景観のまあ、悪化ということで非常に深刻 なな問題となっております海岸のごみを回収していくということも不可欠でございますけれども、このごみ処理のための地元の負担、非常に大きいものでございますし、自分たちが出したものでもないごみのために、ですねどうして自分たちの生活がま変えられ、そして自分たちが負担をしていかなければならないのかという非常にま不条理な部分もあるかと思います。 えー、この世界に誇れる、まあ、廃棄物処理法、配送法を持っているこの日本において、ですね、実はあのそういった誰が廃棄したかわからないものに、えー、よってですね、非常に景観が汚され、そしてそれによって非常に、まあ、苦労されている方々がいるという現状は、まあ、看過できないものではないかというふうふに思っております。 そこで現在、環境省さんの方で、えー、創設されておられます海岸漂着物対策の補助金、こちらがです、ね、平成二十六年度で終了するというふうに聞いております、この全国における海岸漂着物の問題、これは全く解決しているものではございません、その中において、二十六年度で終了してしまうということは、非常に問題ではないかというふうに思っております。平成二十七年度以降にについてもです、ね、この海岸漂着物に対する、えーまあ、あの補助金 補助制度というものがしっかりと、まあ、所要の金額が確保されるというふうに環境省さんといたしましてもえきっちりと措置をしていただくべきだというふうに考えておりますそして加えてです、ね、現在の制度の中では海岸に漂着しているごみが対象となっておりまして海,洋海上のです、ね、部分でありますとか漂流している部分というのは対象になっていないそこでそういったものがです、ね、養殖施設でありますとか航行する船ですね に、まあ、物的損害ままでで与えていいいるという現状でございますぜひともです、ね、この環境省さんにおかれましては平成27年度以降の予算措置こちらをしっかりと、えー、確保していただくことをお願いいたしますと同時にです、ね、今までの制度からさらに広げて海岸のものだけではなくてです、ね、漂流しているごみあるいは海底のごみまで回収処理の対象としていただく、はい、またこのじじ人的です、ね、また物的な被害の未然防止という意味からもです、ね、さらに この制度の範囲と、あるいは運用の範囲をです、ね、広げていただいて、より多くの,です、ね、この廃棄物による被害に対して対応できるような仕組みにしていただきたいというふうに思っておりますけれども、いかがでしょうか、お聞かせ願えればと思います。はい浮島政務官 あの海岸漂着物についてのご質問、大変にありがとうございます。あのご質問にありました海岸漂着物地域対策出身事業につきましては、平成24年度の補正,補正予算におきまして、平成25年度と26年度の2カ年の基金ということで、約100億円、99.9億でございますけれども、創設をさせていただいたところでございます。全国各地でこの海岸漂着物の回収、処理、発生抑制対策等について、効果的にご活用いただいているとお伺いをしているところでございますけれども、委員ご指摘のとおりに、これは 一時的に今きれいにしたからこれで済むということではなくて、継続的にしっかりと続けていかなければならないと私は思っております。実は先月、石垣島にあの視察に行かせていただきました。四カ所の海岸、視察をさせていただいたんですけれども、思ったよりもゴミが多くて。 本当に驚きました。でま、中ではあの星,の海岸もう星野っていうだけでちょっと素敵な名前で,で中にあのそこで人魚の里人魚の浜と呼ばれているんだそうですでそこにどんなところかなと思って入りましたらなんとゴミの里。 ゴミの浜とということで本当にショックを受けました、今ちょっとお話ありました、オリンピック・パラリンピック2020年も決まりましたけれども、本当に美しい日本、これをしっかりとしていくためには、もう今きれいにしたからいいのではなくて、しっかりと継続的に行っていくことが必要だと私も考えているところでもございます。また各自治体からも、この財政支援を継続してくださいというお声もたくさんいただいているところでございますので、この財源確保に努めて、環境省として全力で頑張ってまいります。それと同時に今ご質問ございました漂着したてい ないわゆる漂流、あの海底のごみの回収処理につきまして、これも財政支援がしっかりと行われるように行ってまいりたいと思います。 吉川由美君、ありがとうございます。本当に深刻な問題でございます、そしてえなくなるものでは残念ながらまだまだまだないというものでございますので、ぜひともえー、平成二十七年度以降の予算措置、お願いをしたいと思っておりますし、え経済的負担、あるいはその本当に物的え損壊をあの被っている方々も非常に多いといますので、そういった部分へのえご配慮ということも、えー、具体的にご検討いただければと思います。えー、一方でですすね、こここのののの海海岸岸漂着えご,ございますけれども、この実はこの海岸 部分だけではなくてですね、河川から流れてくるあるいは、えー、河川へ流れていくということでですね、この河川 ににおおけるこのの被害というものもですすね非常に、えー、多くなっております、えー、そこをですね環境省さんの中では今、海岸ということでございますけれども河川の部分はおそらくこの国土交通省さんの河川部局さんであったりいろいろなです、ね、あの別の省庁さんあるいは別の,あの地方公共団体さんということが所管しているということで、えー、なかなかですね環境省さんの所管の範囲だけではですね対応できないということもあるかと思いますけれどもそこはですねこのいわゆる環境省さんという と,ところが、ぜひともです、ね、温度をとっていただきまして、えー、環境省はここの部分だけですよということではなく例えばその河川に流れているあるいは河川から流れてきた河口の部分の廃棄物もです、ね、国土交通省さんと、まあ、一緒になって連携をして、えー この補助対象のしていただけるあるいは新しい仕組みを作っていただけるということをご検討いただきたいと思っておりますけれどもこの省庁連携あるいはその省庁さんと地方公共団体さんとの連携という制度の創設あるいはその連携についてどのようにお考えかお聞かせください浮島政務官。 あの今の,あの漂着のこの問題の解決を図っていくためには、回収処理と合わせまして、その発生の抑制に関する施策、これを車の両輪でしっかりと行っていかなければならないと思っているところでございます、でこれまでも今お話にございましたけれども、国土交通省、あるいは河川局等におきましても、河川の巡,回巡視等に取り組んでいるということは承知をいたしております、また委員のご地元の三重県におきましても、海岸漂着物対策のために、三重県、岐阜県、愛知県、名古屋市からなる3県1市、 あの海岸漂着物対策検討会というのを設置をしていただきましてあの、河川の上流と海岸の地域で協力して効率的な発生抑制対策を実施しているということを承知いたしておりますけれども、このような取り組みは大変有意義だと思っております。でまた環境省といたしましても、このような取り組みを参考としながら、今後さらに関係省庁ともしっかりと連携を取り、あの対策、解決に向けてあの尽力をしてまいりたいと思っております。 吉川由美君ありがとうございます。本当に、あのせっかく海の部分が取れてもです、ね、河口の部分のごみが取れないと、そこは自己負担をし,たしなければいけない、あるいはあの別の,あの機関があの負担をしなければいけないということが起こっておりますので、ぜひともです、ね、今、環境省さんが行っておられる制度をです、ね、多省庁さんに広げる、あるいはそういったような施策をです、ね、考えていただいて、しっかりとあの、未然防止がもちろんなんですけれども、今、出てしまったものに関しては、ここは。あの ここから先は知らないここからは自分たちだということではなくてですね、ぜひともえ強いあの連携を持って、えー、具体的に進めていただきたいというふうふに切にお願いをいたします。 えそしてですね、えー、もう時間がまいりました、えー、最後にですねあの、この海岸漂着物の問題に加えて、まあ、昨今では PM2.5 などの問題もございますけれども、この環境問題、本当に、えーまあ、地域を、そしてまたあの国際間の国境をです、ね、超えるものでございます、えー、そういった中でですね、この日本、えー、非常に優れた環境技術を長年にわたり、えーまあ、保持してきたという中で、この環境技術に関する国際協力、えー、ということが非常に 重要ななののではいいかとううふうに思っておりますその国際協力の中の一つとして、大臣の,、まああの所信の中にもございましたし、総理もおっしゃっておられます、二国間クレジット制度、まあ、JCM、こちらはあの日本の技術を使ってですね海外の途上国の CO2 を、まあ、減らしていくプロジェクトを行っていきましょう、こういったものでございますけれども、この JCM 制度を今、進めていらっしゃるかと思います。 これからも、ね、日本の技術を広げていくとともに、日本の CO2 削減目標を達成する、そして世界の CO2 を、まある温室効果ガスを減らしていくという意味で、まあ、非常に重要な制度になってくるの。 くるのではないかというふうに思っておりますけれども、えこちらの JCM ですね、えー、現在フィージビリティスタディの段階であると聞いております。え私金融機関におりました頃もですからですね、この二国間クレジット JCM えあのまあ金融機関として関わっておりまして、もうだいぶ長い間ですねこの FS 段階が続いているというふうに、えー、思っております。えー、昨年ですね、あ一月にモンゴルとまあ JCM のえー 開始してから、まあえー、各国においてさまざまな取り組みがなされていますけれども今、この JCM、えー、ノントレーダブルな仕組みとして、まあ、あのされていらっしゃると、えー、思います、まあ、ノントレーダブルであるかトレーダブルかは別にしてです、ねえー、この売却益のなる代わりに事業者へのインセンティブとして、まあ、設備補助事業がございますけれどもこの設備補助の予算総額、えー えーまあ、失礼ながら、かなり今の段階では小さいというふうふに思っております、一、えー、件当たりの,、えー、その補助額が少ない、えー、ためにです、ね、一件当たりのプロジェクトがどうしても小ぶりなものになってしまうと、えー、日本が誇る環境技術というものは、この小ぶりなもの、例えば省エネのものだけではなくてです、ね、例えば高効率の火力発電であるなど、かなりお金がかかるけれども、大幅に CO2 も削減できるし、まあ、日本の技術も、えー、非常に誇るべきものがあるというものは、いろいろとあるかと思います。ぜひと でもですね、この今の段階においてさまざまなプロジェクトを実証している見るという意味においてもさら、えー、にです、ね、こういった大型のプロジェクトが、えー、実行できるような、まあ、予算額にしていただいていろいろな日本の技術を海外に、まあ、広,め広げていくそして GHG の削減に資するというような形にしていくべきではないかと思いますけれどもこの、えー、JCM に対する今後のです、ね、どういった形で展開されようとしていらっしゃるかまた予算規模拡大についてどのように思っていらっしゃるかお聞かせいただければと思います。 はい、牧原政務官。はい、ありがとうございます。えー、まあ JCM についてはもう本当に先生おっしゃる通り我々も大変重要だと思っておりまして、昨年石原大臣がワルシャーにコップで行かれた際にも。 大変高い関心を呼んだというふうに思っておりますし、また私はあの先日安倍総理と一緒にエチオピア、これはあのアフリカでケニアとエチオピアと JCM 結んでますが、え向こうの期待も大変高くて首脳会談でもこれが盛り込まれたところでございます。まあこのモンゴルをはじめとして十カ国と締結あまあ今まで署名をして開始して、まあ先生ご指摘のとおりまあフィージビリティスタディが え始まっているわけですが、まあフィージビリティスタジ自体はこの JCM をやれるかどうかということも含めて、まあ経産省環境省で合計して三十一カ国二百三十八件、えー、まあやってるというじゃ段階にございます。まあこういうフィージビリティスタディの結果等を踏まえて。 温室効果ガス排出量を実際に削減するプロジェクトを実施するということで、先ほど先生ご指摘の初期投資額の2分の1を補助する設備補助事業というものを平成25年から開始をして、その予算額が12億円で、これがまだまだ小さいということですが、この12億円につきましては、現在、インドネシア、ベトナムをはじめする6か国で11件を、 採択をして、えー、各プロジェクトの支援や JCM の方法論等の作成策定に取り組んでいるということで、まあ、徐々に実施段階に、えーまあ、入り始めているということでご理解を賜ればと思います、えー、そしてまあ規模につきましてはより規模の大きいプロジェクトを支援するため、えー、平成26年度からは、えー、JICA や ADP と連携したプロジェクトの支援を行っていくべく、まあ、60億円の予算を お願いをさせていただいている次第でございますので、まあ、この設備補助事業とこの連携プロジェクトを合わせると、まあ、平成26年度予算案では72億ということで、先ほど申し上げた25年度の6倍に増額をさせて、えー、いただいているところでございます、えーまあ、これがまだまだ少ないというのは、先生のご指摘のとおりでございまして、ぜひ環境省としても、えー、拡大していきたいというふうに思ってますので、まあ、ご協力もお願いしたいところでございます。で えー、あの大臣からも、えー、おっしゃった、はい、あの攻めの地球温暖化外交戦略に基づいて、えー、JCUEMO の署名国も増やしていきたいというふうに、えー、16国1国に増やすとと,ともに、えー、先生ご指摘の補助事業等も拡大していきたいというふうに思っています。終わりありがとうございます。これで私からの質問を終わらせていただきます。長浜博之君。はい。 一昨日ですね、大臣所信を聴取させていただいて、まあ、その冒頭に委員長のご配慮で黙祷もさせていただき、そして、えー、追悼式に同僚議員とともに参加をするという、まあ、そういう一昨日スタートを切らせていただいて、今日は質問に立たせていただきたいというふうに思っております。まあ、あの以降環境省の任務における 特に災害復旧・復興の部分が多かったということもありますので、私自身としても3.11のときは内閣には入っておりませんでしたけれども、一議員として何をしなければいけないのかということを、想起をした瞬間でもございました、大臣所信に基づいてご質問をさせていただきます。まず第一に 東日本大震災からの復旧・復興でスタートをしている所信であります、まあ、環境省はこの3年という期間を一つの目安として災害廃棄物の処理や除染に全力を挙げてきましたと述べられそして除染は福島の復興にとって極めて重要であるということを述べられているわけでありますちょうど昨年末に まあ御用納めの頃でありましたでしょうか、国の直轄の福島県11市町村の除染、まあの作業期間が、まあ、最大で3年延長されるというような発表もありましたし、あるいは26日でしょうか、浪江双葉の除染モデル事業、ここは帰還困難区域でありますが、 そこでの、まあ、中間報告的なもの、年度内には最終報告出されるんでしょうが、こういったこともされているということが、大変年末の慌ただしい中で発表されておりましたので、まあ、私だけかもしれませんが、ひょっとしたら、ここにいらっしゃる委員の皆様方にも、この除染の状況が十分理解をいただけてないかもしれませんので、この問題についてご説明をいただければと思います。 小林局長除染の,の進捗につきましての,あのお尋ねをいただきまして、ありがとうございますあの。スケジュールの見直しということでございますので、特にあの国直轄の除染、えー、を実施している地域のお尋ねであるというふうに考えております、これはあの特別地域内除染、えー、実施計画に基づいてあの、実施しているものでございまして、福島県内のまあ11の市町村のまあ全部または一部にわたるものでございます。 でえー、まあ現状といたしましては、あの田村市ではすでに計画の除染を終了いたしました、それからあの川内村でもおおむね終了しておりますし、楢葉町、大熊町でも、えー、計画にあるものを今,今月中に、まあ、年度内に終了できる見込みでございます、一方、今ご指摘ございましたように、あの従来の計画というのはまあ24年度、25年度で終了するというものでございましたが、 必ずしもの実態に合わない部分も出てきておりましたので、これにつきまして、実情、実績を踏まえまして、あの、昨年末に、6の、6つの市町村につきまして、地元の市町村ともいろいろご相談をした結果、あの、現実的な計画に改定をしたということでございます。あの、 直接改定をいたしましたのは年末でございますが、実は半年前の9月の段階で、進捗の状況を総点検をいたしまして、それ以降、地元と議論を重ねて見直しをしたものでございます。見直しの中では、住民の方々の帰還にあたって重要である2つの取り組みに重点を置こうということを地元と合意をいたしました。1つは あの特に宅地について、えー、優先的に除染を実施するということでございます。それから2つ目には、これも期間に関わってくることでございますが、上下水道、あるいは主要道路などのインフラの復旧に遅れが生じないように、こういうところについては先行的に、えー、除染をやると、まあ、こういうようなあ方針のもとに具体的な計画づくりをいたしました。期、え、間、ー、につきましては、あの今、先生からもご指摘ございました、まあ、新たな目指すスケジュールとして、宅地につきましては、 え、川又町、また、桂ツ村では、平成二十六年夏、え、イイ村では二十六年内、それから、南相馬市、浪江町、また富岡町では、二十七年度内の完了を目指すというようなこと、それからそれ以外のところ、これはまあ農地ですとか道路ですとか、あるいはまあ、住宅周りの森林ということでございますが、え、それぞれ川又町、桂ツ村では二十七年、え、イイ村では二十八年、 え、南相馬市、浪江町、また富岡町では二十八年度内の完了を目指すということで、ちょっとま、実情に合わせまして、あの、具体的な、あ実施できる計画を策定をしたということでございます。双葉町につきましては残念ながら、今まだ計画策定に向けて、地元と調整をしているということでございます。今後あの、これに基づきまして、復興の動きと連携をし、また新しい技術なども取り入れ、それからま、インフラ整備とは、しっかり連携をいたしまして、あの、可能な限り、 長期の短縮を図りながら、しっかり事業をやっていきたいと、まあ、こういう方針でいるところでございます。永山宏之君、まああの。住民の帰還に大変影響する除染作業でございますので、えー、丁寧に、しかし迅速にということで、えー、情報公開、そしてまた住民の皆様にご理解を得ていただければというふうに思っております。と同時に除染の結果として、当然、それをどうするかという問題に直面をしていると思います。 福島環境再生事務所をはじめとして出先の皆様方には大変ご苦労いただいているところでありますが、まあ、10万ベクレルパーキログラムを超えるような高濃度のものをどうしていくのか、まあ、仮置き場その前の仮カリ,カリ置き場はじめとして中間貯蔵施設ができないことによって 現地の皆様方にも不安を与えている部分がありますが、昨年の12月の14日に、まあ、案を提示をされて、福島県側からは、まあ、2月に対応の見直し、まあ、特に双葉を置く、まあ、奈良葉という提示の中における、奈良葉を、まあ、空間放射線量が少ないこともありますけれども、除外をすると。 あるいはその収容するその街頭の地域を国有化するのか、あるいは賃貸、長期賃貸でいくのか、こういう問題が出ていると思いますが、私は一番心配しているのは、地元の皆様方にどのぐらい情報公開がされているか、つまりあの大変つらい、ある意味ではつらいかもしれませんが、説明会を十分に開けていけるかどうかというところが大きな問題だというふうにも思っておりますが、この点の進捗はいかがでございましょうか。 はい、小林局長あのこの中間貯蔵施設につきましては、あの先生、ご承知のとおりでございますが、あのまずはあの、まあ、もともとあの候補地としておりました三つの町で調査をさせていただくと。調査の結果をもって地元に まあどんな施設であるのかで、えー、いかに安全であるかというようなことをご説明をし、施設の受け入れをお願いしようと、まあ、こういう手順で進んでいるところでございます、で調査につきましては、かなり時間をかけまして、調査その後の、これはまあ中間貯蔵施設の、まあ、あり方、あるいは意義、まあ、どういう対策を取っていくかというようなことも含めまして、あの方針をご説明をして、えー、調査を受け入れていただきまして、まあ、この間については相当、あのえー、地元の議会、 それから、あの町民の皆様方も含めてあの説明させていただいたところでございます。まあそ、その結果、あのちょっと街によって進捗の差がございましたので、最終的にまあ、昨年の12月初めの段階で調査も終わり、またその専門家の検討も終了しということで。あの？ 案を、こんな施設をこんな形で作らせていただきたいという、まあ、提示をしたところでございます。で、これにつきまして、まあの、ごご署のとおりでございますが、あの、地元側で、えー、これをどう受け止めるかということにつきまして、あのー、いろんな検討がなされましたものでございますから、まあ、あの、2月12日になって、あの、知事から、 計画のまあ一部見直しというようなご提案があったということでございます今あのこれについてあの回答を検討してございますのでこれを受けてまたあのしっかり地元に説明していく必要があろうかと思っているところでございます長山博之君 あの数字が間違っていれば、私の承知しているのは古いので、ご訂正をいただければと思いますが、まあ、量とすれば東京ドーム23個分ぐらい、2800立方メートル、重さは3000万トンですから、いわゆる10トンダンプが1日に何往復すれば、あの地域ですから、例えば4往復して、 まあ、労働基準法に違反するかどうか別にして、365日稼働させて、それで1万5千トンですから、それを仮に2年間でやるとすると、そのダンプは1000台いるという状況の中で福島、これ、走り回る状況ですが、ま,あ、まずはその来年1月の,この,施設活あの施設の使用開始が可能なのかどうか、そして今申し上げたような状況にその後、 おまあ、耐えられるのかどうか、そういったことについてのご見解はいかがでしょうか井上副大臣、はいあの。中間貯蔵施設ですが、えー、来年1月から搬入開始というスケジュールで、えー、進めております。でまあ、の除染土壌のの、ね、運搬の問題 それからあの、まあ、受け入れを認めていただければ、その後、用地買収という手続きもあります、まあ、そういう意味では、なかなかあの時間がかかるというのは事実であり、またすでに予定している期間を若干遅れているというのも事実ではあります、まあ、しかしです、ね、これを、まあ、なんとか地元の理解を速やかにいただいて、そして進めていきたいと思っております。 27年1月まであと数か月ではありますけれども、ただあの、必ずしもです、ね、その東京ドーム23個分の施設をその全部完成させた後それから搬入させるというわけではなくて、やはりもう急いでおりますから、とにかくもうできたところからだけでも搬入を開始していこうと、そういう意味では決してあの非現実的なスケジュールではないということで、しっかり取り組んでまいりたいと思っています。 長門之君、ぜひご努力をお願いをしたいというふうに思っております。指定廃棄物処分場でございます。これはあの福島県外、茨城、栃木、宮城、群馬、千葉の5県でございますが、大変この選定に関してはまあ苦労を続けていたところでございます。まあ茨城、栃木に関しても選定の方法を変えると。 いう状況になったようでありますが、まあ、宮城は三つの場所の提示をされたということでございますが、これは円滑に最,低最終的にして、廃棄場処分場は決まっていくんでしょうか。井上副大臣 あの指定廃棄物につきましては、えー、委員も環境大臣時代に大変ご尽力をいただいたところでありますけれども、あの安倍政権になりまして、えー、選定プロセスというものをゼロから見直しをいたしました、そして有識者会議、あるいは各県ごとの市町村長会議といった、まあ、手続きを丁寧にやって、そして地元の意向を最大限尊重しながら、これを進めていくと、まあ、こういったやり方をしております。 そういう意味で、まあ、の若干時間はかかっておりますけれども、えー、ご質問のとおりです、ね、宮城県においては、三つの調査候補地というものを選定をさせていただき、まあ、これから調査をやった上で、その結果を踏まえて、一、ま、か、あ、所の候補地を絞り込んでいくというスケジュールになっております。で、他の四県につきましても、例えば栃木であれば、選定プロセスについては、市町村長会議で基本的にご了解をいただいたと。 これから具体的な選定に入ってまいります。まあ、そういうことでですね。あの手続きは丁寧に踏みながらも。しかし、仮置きの状況も逼迫しておりますので。まあ、なるべく早く、この最終処分場の整備の問題も進めていきたいというふうに考えています。長山博之君。この指定廃棄物に関しましては、8000ベクレルパークキログラム。この放射性セシウム濃度でありますけれども。 このものはですね、今申し上げた5県以外にも東京都や神奈川、そして指定廃棄物という、これも決まりですから、その決まりの中からは該当しないと言われる埼玉に存在しているわけでありますが、こういった今申し上げた5県以外の指定廃棄物に関しましては、どのような処理になるんでしょうか。井上副大臣。 八千ベクレル超ということでありますと、やはりその放射線の高さから、しっかり国が責任を持って対応、処分をしていかなければならないと考えております、また方であの特措法、あるいはその基本方針におきましては、やはりまずはその指定廃棄物の,その指定という手続きがありますので、例えば埼玉の場合などは、その申請がないので、まあ、指定がされていないという状況にあります。 東京や神奈川の方うは、まあ、指定はされておりますけれども、まあ、現状です、ね、地元自治体や、あるいは事業者の方々が、まあ、適正に、えー、管理をしていただいているという状況であります。ですからあの、それぞれです、ね、地域の移行であったり、あるいは状況において、 今の保管の状況や方針などは異なっておりますけれども、まあ、いずれにせよ、そういった地元の意向も尊重しながら、国として責任を持って協力をしながら、これ、しっかり進めていきたいと考えております長山博之君あの、今おっしゃられたその埼玉県からは、ですね東京電力に公開質問状も出ているようでありますので、こういった問題についても、環境省としてもですね、 ウォッチをしていっていただければというふうに思っております次に、えー、大臣所信の中で地球温暖化対策についての言及がありますこれはあの関群合意及びダーバン決定に基づいて我が国の温暖化対策政策などを本年の1月1日までに提出をしなければいけないということに基づいてですね。これもまた昨年の年末ですか御要納めの頃に この気候変動枠組み条約に基づく第1回閣年報告書および第6回国別,国別報告書提出がなされたと思いますので、この経緯をご説明をいただければと思います。関局長 先生のご指,摘ご指摘のとおり、あの条約に基づきまして、我が国の課されている義務といたしまして、第1回の確認報告書、2年に一度という意味での確認報告書と第6回の国別報告書を昨年12月27日に条約事務局に提出したところでございます。まあ、この内容につきましては、特に確認報告書では、2020年の目標というのを提示する必要がございまして、これは11月に、 提示しました3.8%削減ということを書き込ませていただきまして、それを実現するための施策等々についても、この報告書の中では、えー、記述して提出したところでございます。長永君大臣所信の中に、再生可能エネルギーを中核とした、自立分散型の低炭素エネルギー社会という記述があります。 これは、あのどういうイメージで捉えておられるのか、あるいは具体的な姿なのか、ご説明をいただきたいと思います。石原大臣。長山委員がご言及されました、再生可能エネルギーということでございますが、もう私は言うまでもございませんけれども、風力や太陽光、やはり、低炭素社会に貢献するということが一番でございます。同時に、あのこれらのものは、日本の非常に発達した 蓄電の技術とあの組み合わせることによりまして、えー、それだけで自立しまた各地域地域に、えー、分散型で、えー、置くことができる、まあ、そういうエネルギーだと考えているところでございます、まあ、こういう特徴を持ちますこの再生可能エネルギーを活用して、えー、各地域地域でエネルギーを作っていただいてこれはもう風力でも太陽光でも潮流でもバイオマスでも ーマルでもいいんですけどそれを蓄えて、えー、互いに融通し合う、まあ、こういう社会を目指していこうというふうに、えー、私は強く思っているところでございますあの先日公表されましたエネルギー基本計画の政府原案においても実は、えー、これを書き込んでくれと。 ということを私の方から強く申しまして、分散型エネルギーシステムにおける再生可能エネルギーを利用促進というところをしっかりと明記をさせていただいたところでもございます。あのこの点につきましては、政府一丸となって積極的に取り組んでまいりますので、委員閣議のご協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。長君。ああ 大型の原発とか大型の火力発電所で長い距離の送電線を引いて電力を供給するということからその今、大臣がおっしゃられたように自立して分散型でということを環境省あるいは環境大臣として 推進をされるということでありますから、今、2月の25日でしたか、エネルギー基本計画が政府案が出されて、与党の方で検討されているということでありますが、今、大臣がおっしゃられた意見がどう反映されていくのかということを、 注目をしたいといとううふうにも思っておりますそしてこの再生可能エネルギーは実はあの例えば省電力をあごめんなさい小水力をやろうとすると水利権が絡んだり地熱をやろうとすると、まあ、あの規制緩和はしましたけれども温泉の事業者の方々との問題あるいは不体式風力をやろうとすると漁業権であったり あるいは、まあ、着床といいますか、普通の風力発電をやろうとすると、入り合圏の問題、もっと言えば太陽光や風力でも景観との調合をどう取っていくのかという、こういういわゆる利害調整がかなり出てくるわけでありますが、こういった部分において、えーまあ、国の方針といいますか、環境省が今、大臣がおっしゃられた方針に基づいて、ある程度それは業者がやることだろうと。 関係ないよという国、えー、というよりは、国がある程度、調整機能というを果たすべきではないかという意見もありますが、この点についてはどうお考えになりますか。関局長 ご指摘のとおり、さまざまなその利害関係者との間の調整なくして再生可能エネルギーの普及というのは大変困難であると考えておりまして、まあ、環境省といたしましても予算措置をいたしまして、まずはその関係のステークホルダーズの方が調整していただくためには事実がどういうことであるのかと、どういうふうな影響があるのかないのか。 等々の情報を提供するような情報を収集するということを現在行っておりまして、またそ,のそういう取り組み、関係者の取り組みに対して財政的な支援をするということもやっております、こういうことを通じまして、えー、地域の方々に納得していただきまして、えー、再生可能エネルギーが普及するように取り組んでまいりたいと、このように考えております。長君 IPCC の第二次作業部会の報告書についても大臣所信の中で言及をされています、5回目の取りまとめ、まあ、このあと横浜で会議が開かれるようでありますが、私たちは地球温暖化のいわゆる緩和策を さまざま議論をしているところでありますが、さらにその緩和策のみならず、適用策ということで、ある意味では要求される部分もありますが、環境省はこの適用策について、どのようにお考えになっておられますか。関局長 ご指摘のとおり、気候変動、温暖化問題に対するのは緩和が第一でございますけれど併せて適用というのが極めて重要となっております、環境省といたしましては、昨年7月に中央環境審議会に気候変動影響等省委員会を設置いたしまして、専門家の方に気候変動が日本に与える影響及びリスクの評価について現在、議論を行っていただいているところでございます。このの委員会の議論は 今月末に中間報告ととして取りままめられる予定でございますその後、IPCC の今月末に採択されます影響適用の報告書の内容も踏まえまして、さらに検討を進めまして、来年早々にはこの委員会の結論を出していただき、それを踏まえまして可能であれば、来年の夏には政府として温暖化への適用計画というものを策定してまいりたいと、このように考えております。中山博之君 次に、環境省の基本任務である国民の健康と良好な環境の確保に積極的に取り組みますということを述べられましたこの中においては特に大臣が出席をされた水銀に関する水俣条約そして水俣病のに関する言及もあったわけでありますが 私ど,もまあ、私どもというか、私何かも、いわゆるアジアの環境汚染、公害がひどい国に、我が国の進んだ環境技術を提供する、その前の段階での言葉にですに、ね、数々の公害を克服してきた日本の技術を、こういうことをつける場合がありますが、 この公害が起こらない、二度と起きないような形にすることはできても、その公害によって、まだ被害を受けておられる方々がいらっしゃいますので、言葉の使い方は気をつけなければいけないなというふうに思うところがあります3月の7日に、熊本、鹿児島、新潟の各県と新潟市に発出した通知。 これはあの昨年4月16日の最高裁判決を、影響後、当然受けているというふうに思っておりますが、この審査の指針や認定基準についてお話をいただければと思います北川副大臣。えただいま、委員ご指摘のこの3月7日の通知でありますが、 ご指摘のように昨年4月、最高裁におきまして水俣病をめぐる認定をめぐる行政訴訟、この判決があったわけでありまして、その中で最高裁が水俣病の認定にあたっての検討は、患者の症状、病状等についての医学的判断のみならず、患者の原因物質に対する暴露歴や生活歴及び種々の医学的な知見や調査の結果等の十分な 考慮をした上で、総合的に行われる必要があると判事をされたわけでありまして、これは総合的な検討を行って判断することが重要であるということを改めて指摘をされたものと理解をわれわれはいたしておりまして、その総合的検討について現行の認定基準である昭和52年に示された判断条件には、水俣病であることを判断するにあたっては総合的に検討する必要があると書かれており、 総合的検討が含まれておるところでありますこのため環境省におきましては認定基準における総合的検討のあり方を具体化する作業を行いその結論を3月7日付で環境省環境保健部長名で関係自治体に対し,を対して通知をさせていただきましたこのように本通知の意義は最高裁判決の趣旨に沿って認定審査を実施 することができるよう、総合的検討のあり方を具体化したという点にあるわけでありまして、今後、本通知に基づいて、国と県とで協力して丁寧に認定審査を行い、真摯に水俣病対策に取り組んでいきたいと考えております長山宏行君。今、副大臣がおっしゃられましたように、1977年の現行基準は、環境,庁環境保健部長通知として発出されたものであり、 そして今のご答弁にありますように、この、まあ、長年にわたってといったらいいんでしょうか、その関係者では議論を呼んできた、総合的に検討という意味合いを前向きに捉えておられるというふうな意味合いに受け取れましたので、ぜひこの問題も時間のかかっているところでありますので、ご苦労は、当事者のご苦労はよく分かっておりますので、ぜひ 前向きにご検討いただければというふうに思っております。そして今度は水俣条約でございますが、あまあ、あの日本国の水俣市で、こういう国際条約の会議が開かれて、それに出席をされるという大変名誉なことだったと私は思っておりますが、この条約の批准の問題です。えー、アメリカ合衆国が時を置かずして 1> 第1号、つまり国会承認を取って批准をするということになっていったわけであります、これはもう50か国で確か発行でしたよねこれ、ということでありますので、まだまだアメリカしか批准してないじゃないかという考え方はありますけれども、あの水俣病があった、そこの源で水俣条約の国際会議を開いたのでありますから。 まあ、昔の流行りじゃありませんが、せめて2番にはです、ねえー、登録といいますか、批准の意義を見出すべきではないかというふうにも、そういう意見も出ているようでありますけれども、環境省のご見解はいかがでしょうか石原大臣あの、長浜委員がご指摘をいただきましたとおり、私もこの会議に出席をさせていただき、また日本国が議長として、 この条約を取りまとめるということに至った場に入れたことを大変光栄に思ったところでございます。もう委員はあの専門家でございますので私が申すまでもないとは思うんですけれども、水軍を採掘したり利用したり大気へ出したり廃棄するその水銀のライフサイクル全般をこう含んだもので、えー、それにおいてこの合意ができたということは大変有意義であったと思っております。もうここから先は委員の御指摘のとおり、水俣条約の締結を目指してですね、国内担保措置をしっかりとやっていかなければ。 ばなりません昨年あの、外務省等々と関係省庁との関係連絡会議も立ち上げましたし、まあ、遅く月内には何とかその中央環境審議会でもです、ね、検討を開始していただきたいと思っております、まあ、できるだけ早く委員のご指摘もございますので、早く結論を出すべく努力をさせていただきたいと、お約束させていただきたいと思います。長浜博之君 最後にです、ね、あの配布資料というか、今,年あの今は多分テーブルの上に先生方ないと思いますが、一昨日はこの環境保全経費調査等,等調査か、こういう冊子がいくつか配られていたと思いますけれども、これはあの環境省設置法の第4条の中で、所掌義務の中で地球環境保全公害の防止、 並びに自然環境の保護および整備に関する関係行政機関の経費の見積もりの方針の調整、まあ、ここであの調整官庁としての環境省の役割の重大さを、この、まあ、ある意味では分厚い冊子の中に書かれている各省庁が環境にどのぐらい配慮しているのかという数字を、環境省が公表をしておりますので、 あまり各大臣、意識をされているかどうか分かりませんが、ぜひ環境大臣におかれましては、こういったことを環境省がやっていると、ですから調整官庁であって、実施官庁からすれば経済産業省とか、あるいは農水省、国土交通省になるんでしょうけれども、予算規模から言っても、ですねぜひのこの環境に、 1一つの大事なキーワードは、例えば平和とか自由とか民主主義とかありますが、今の時代のキーワードは持続可能性だというふうにも思いますので、ぜひ環境大臣としてのリーダーシップを国全般の行政にわたって、目配せをしていただければというふうにお願いをして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 浜野義臣君。自民主党の浜野義臣でございますえ。規制委員会の関係につきまして、ご質問をさせていただきたいと思います。え規制委員会は自らの組織理念として、中立公正の立場で、科学的・技術的に判断をしていくということを掲げられております。その考え方に立って、対応していただく、この思いで質問をさせていただきたいと思います。まず一つ目は日本原田のの二号機の 災のの評価についいての件でございます昨年の5月に規制委員会は新基準に照らして活断層であるという判断をされましたその7月に日本原電追加調査結果の報告書を提出をしそれ以降時が流れまして今年に入りまして1月の末には現地調査が開かれたというところでございますその後時間も経っておりますどのように今後進めようとされておられるのか 田中委員長の考え方をお伺いしたいと思います田中委員長。えとまあ、先生ご指摘のようにあの、少し時間が経過しておりますけれども、あの評価会合は専門家の先生たちのご協力を得ながら行うということ、一度あの判断をしたものについて、再度、その 事業者からの申請に基づいてそれを再評価するということですので、非常に慎重に行う必要があるということで、その先生方のお時間の調整とか、さまざまなことについて今、調整中ですので、まあ、できるだけ準備を整え次第速やかに進めるという方向であの臨みたいと思っております浜野良純君、あの慎重に検討いただくということは私は当然だと思うんですけれども、 あのそもそもです、ね、今後の進め方がです、ね、この件をどう進めようとし,していこうとしているのか、そのことはすでに決まってるんですか、決まってないんですか、それをお答えください田中委員長。えっと、一旦あの昨年5月に結論を出してまして、それに対するあの、それに対して事業者が新たなデータを出してきたということですから。 そのことのそのそデータの評価をきちっとあの専門的な立場、科学的な立場から見ていくということがその進め方の基本でございます。浜野芳生君進み方の基本はそれでいいと私も思うんですけれども、具体的にどのようなプロセスを経て検討をしていこうとされているのか、そのあたりが決まっているのかどうかということをご質問させていただきます。お答えください田中委員長 えと現地調査につきましては、今までは有識者、島,島崎を中心に5人の、まあ、有識者を中心にして、あと事務局、規制庁職員があの一緒に評価をしてきたわけですけれども、今回はあの再,再評価ということで、ピアレビューの先生方、今13人お願いしてるんですが、 現地調査にも参加していただいてあの、見ていただいているということで、現地調査にはピュアリビューの先生方にも9人の先生方、参加されておりまして、まあ、その現地を見て、さらにその事業者が出してきたあのデータ、調査結果というものについて、より正確にあの評価をしていただくという方向でございます浜野良美君、具体的に今後どのような 会合を持ってどのような形で進めようとされているのか、それをお伺いしているお,お伺いしているわけです。もう一度お答えください。い田中委員長、えっ、ー、とそれはこれこれから今までと同じように現地調査をしましたからその評価会合、それについて評価会合を開くということでございます。それによってまたその後どういう評価会合一回で終わるのか。 さらにもう少し具体的な調査、データを求めるか、そういったことが、そういうことのをしながら、まあ、できるだけ速やかに結論を出すという方向でございます浜野良臣君。委員長もご説明されたように、すでにですね、これ、7月に追加調査結果、報告書を事業者が出して、8か月以上経っております、8か月,月以上経って、現在行われたのは現地調査1回。 それだけであります他か何がなされているんだ、こういう疑問を持って私は当然だと思うんです、その上で、さらにどういうプロセスを経て、検討をこれからしていこうとされているのか、それも曖昧だというふうに言わざるを得ません、具体的にやはり規制委員会の立場で、今後どういうプロセスを経て、検討を進めていくのか、それを明示をするということで、私は最低限の対応だというふうに思います。もう一度お答えください田中委員長 すでに5月までの最初の審査会合の中でも様々、さまざまな調査要求を、調査をお願いして、事業者にやっていただきました、しかし、十分にそれで納得できるようなところまでたどり着いていないということで、現在、新たなデータについても、 あの私は専門家ではございませんけれども、専門家の目から見ても、そう簡単にあの判断できるようなことではないので、そこのところについてはきちっと今、あの事務局も含めてあの出されたデータについて精査しているというふうな段階でございます浜野良幸君あの、私はあの専門的にど,どのような判断をしていくかということを問うているわけでは決してないんです。今後 どのようなプロセスを経て、どのような方々でどのような会合を開いて、この結論を出そうとされているのか、これ、専門的なことでも何でもないんです、プロセスのことをご質問申し上げておるわけです、もう一度お答えください田中委員長あのプロセスは今までやってきたことと同じであります、きちっとしたデータに基づいて、専門家による審査をきちっとその判断をしていただいて、 それについて、さらにあの最終的なあの委員会としての判断をするということになります。あの時間が、あの先生は多分その時間的なことを頭に置かれているのかもしれませんけれども、そういったことについて、今、いついつまでにというようなことが申し上げられるような段階ではございません。浜野芳君私はの時間的ななことを申し上げていいるつもりはございませんあのプロセスをがどうなのか といいいうことをご質問させていただいているわけでありますあの少し角度を変えましてです、ね、この件、もう少しご質問させていただきたいと思いますけれども、あの委員長、ご説明されたようにです、ね、この破砕体をめぐる調査につきましては、16名の有識者を選ばれてです、ね、5つのプラントについて分担をして、今日まで評価がなされてきたと、それがなお続いているところもあると、その1つがこの敦賀であるということだと思います。この16名の名 委員の選び方ですね、有識者と言われる方々の選び方、私の理解するところでは、ですね今日までの審査に関わったものは排除するという形で、この16名の委員は選ばれてきたと、私は承知をしいたしておりますけれども、まあ、そのような理解でいいのかどうか、そしてそれが事実であれば、どのような考え方に立って、そのような選び方をしたのか、考え方をお聞かせください。田中委員長 えと16名の審査員につきましては、あの関係学会、地震学会とか活断層学会とか、そういうところからご推薦をいただいた16名の方にお願いして、そこからあの各サイトごとに4人ずつ、プラス島崎委員という格好で、専門家があの調査、調査審議をしているということでございます。 それであの、えー、従来、その審査に関わって、あの活断層がないとか、そういうことで、あのそういう判断をされた方が、今回、新たな審査員に加わるということについては、やはり、あのそういう,そう,いう,そう,いうジャッジをそういう求めること自体が、その先生方にとっても大変あの苦渋の選択にもなりますので、 そういうことのないようにということで、まあ、客観的に言えば、学会からの推薦をいただいて、えー、選んだというふうに聞いております浜野良海君あの。最後のちょっと結論の部分、少し理解ができないんですけれども、学会の推薦とともに、今まで審査に関わった方は入れないということで、えー、選んできたというふうに、記者会見等でも。 田中委員長もおっしゃってます、これは事実でありますので、確認をさせていただきます、そして田中委員長おっしゃったとおり、これまでの自分が下してきた結果にどうしてもこだわってしまうので、そういう方々ではない方々、新たな目で判断をしていただく、そういう趣旨で、そういう排除の考え方を取ったんだと、まあ、この排除の考え方を取る是非論は私はここで問いません、そのような形で選ばれてこられたと、もう一度、ご確認させてください。田中委員長 えっと基本的にはそのとおりでございます。浜野芳生君とすれば、ですね、これは私の考え方じゃないんです、委員長が過去の見解にとらわれないように、一度下した判断、それにこだわってはならない、科学的・技術的な判断をもう一度やるためには、そういう方々ではない方にご判断をいただく、今回の敦賀二号機の件に当てはめればです、ね、委員長おっしゃった島崎委員長代理に加えて、 今回4名関わっておられる方々、この方々以外で検討するということに私はなるんではなかろうかというふうに思いますけれども、これは私の考え方に立って申し述べているわけじゃありません。委員長が今日まで説明をされてきた考え方に照らして考えれば、今回、敦賀の二号機の件は、この5名、島崎さん、そして4名の有識者の方以外の有識者の方々で検討するということになるんじゃないでしょうか。お答えください。田中委員長。 えと少し細かい話になりますけれども、あそこにはあの非常に大きな断層があります、それで、そのこと、それも今回、今回、われわれが法則する前、規制委員会が法則する前に、法案院の時代に、あそこにはそういう活断層があって、えー、その、 そこからの破砕っというのの活動性というものが否定できないのでという,ということがありました、ですからそれまでは、あの活断層もないということをの判断を、ジャッジをされてきた方、そういう方はやっぱりあの今回の調査からはあの、まあ、調査には変わっていただくのは適当でないだろうということで。 今回、あの今、先生おっしゃってるのは、その後の話ですから、別に、5月にジャッジをした方を排除するということには、私はならないと、そういうふうに思います。浜田義弓君、まあ、なるかならないか、それぞれいろんな考え方があると思うんですけれども、委員長おっしゃったように、一度下した判断、これにこだわってしまってはならないから、新たな目でということ。これは、 委員長がそういうふうにご判断されたということだと思うんですでそれを今回の件に当てはめたらですね一つの結論これをこの敦賀の二号機の件についても評価委員会下しておられるわけですそしてその根拠になったのは島崎さんが率いる有識者の4名の方トータル5名でこの結論を下されたわけです白と呼ぶのか黒と呼ぶのか結論を下されたわけですそうすると引き続きこの方々で検討するよりも 委員長の論理でいけば、新たな方々で、それ以外の方々で検討していこうというふうに考えるのが、今までの考え方との整合が取れてるんじゃないですか、もう一度だけお答えください田中委員長。えっと今回の、今回の追加の事業者から出てきて、まあ、一応、再度調査をあの検討しましょうというのは、あくまでも前回5月に、えー、結論を出した。 やつの,あの延長線上にあるわけですから、全、ま、く新しいことではないわけですあ今まで、今までのデータに、さらに事業者がこういうデータがありますので、再度あの検討してくださいということを、それを受けてやるわけですから、あの先生がご指摘のことはあの当たってないと、私は思います浜野義臣君。 お考すべて受け入れることはできませんけれども、それじゃ別の角度で,です、ね、この1月末の現地調査、これをです、ね、4名のこの敦賀に関わられた有識者だけではなくして、委員長、説明されたとおりです、ね、それ以外の9名の有識者の方々にも参加をしていただいて、現地調査をされたと、トータル13名で現地調査されているわけです、そういう形で広げて、現地調査をされた趣旨をご説明ください。 田中委員長もともと有識者、あ有識者、まあ、各サイトごとによあの島崎委員プラス4名の有識者という格好でやってきて、えー、一応の調査結果、これについては、それ以外の13名の専門家のピアレビューを受け,る受けて、結論を出すと、最終結論を出すということを、そういうプロセスを踏んできております。今回ははについては あの非常にあの大事なことでだという認識がありますので、さらにそのピアレビューに加わっていただいている先生方で、ご都合がつく先生方には、現地調査もきちっと見ていただいて、その上でご判断いただくということを今、あの考えて、加わっていただいたということでありまして、あの一応、今、4名、基本は4名でやってますけれども、 すべてそれで決めるというようなことではございません。浜野すべてその4名で決めるわけではないというおっしゃり方いたしましたけれども、私はですね、あの今回、4名プラス9名、13名で現地調査をされたということは、規制委員会のご判断として、非常に的確なご判断をされたというふうに私は思っております。したがってそういうい流れででけばですねこののの名名を私はその4名の方を排除 してしししまえとままとではもう申し上げませんしかし、やはりトータルこの13名、せっかく有識者の方は現地調査までしていただいたわけですから、この13名の方々でじっくりと会合を持って議論をしていただく、これが当然の道だと思うんですけれども、どうお考えでしょうか田中委員長,田中委員長えと、会合の細部にまで私があの今あの、あれこれ申し上げる立場ではなくて、 まあ島崎委員に任せているところもありますけれども、あのピュアレビューっていうのは、あのきちっとあのじっくりと議論をする機会でありますので、そういうことをあのやっていくと、当然、今回、現地調査もやってますから、よりあのきちっとした議論がされるものと、私は考えています。浜野芳生君あのです、ね あの私は先ほど来から申し上げているように、専門的な考え方をどういうふうにこう持ってです、ね、判断をしていこうかということを取っているわけじゃないんです、プロセスの話ですから、これは田中委員長が指導をすべき話だというふうに私は思いますよ、島崎委員長代理に任せているからその、その判断に従うんだと、これは委員会として、そして委員長としての責任を放棄されているというふうに思われても、私は仕方がないことではなかろうかなというふうに思います。 もう一度繰り返しますけれども、今まで現地調査13名でされた、的確な判断だと思います、したがって、この13名でしっかりと議論をしていただく、これが基本である、このように考えますけれども、もう一度、田中委員長。えと今、ここで13名、先生ご指摘のように、13名で議論をしないということは申し上げていません。 ただその、どういう議論の進め方をするかというところまで、私がいちいち指示はしないと、あのそこはあの一応あのそこ、そういった一つ一つの専門的な分野でありますから、そこは専門家の判断であるところにお任せしながら、最終的には委員会として、私は委員長として責任を持って判断をしたいと思いますけれども、そこのところまであのは。あの どういう二次の進め方とか、どういう審議の進め方をするというプロセスまでは、細かいところまでは私はあの申し上げてないということを申し上げています浜田良文君。どのようなプロセスで、どのように会合を開いて検討していくということが細かいことであるのか、これはです、ね、今回、一旦下した判断をどういうふうに議論をしていくべきなのかということでありますんで、全然細かいことではないというふうに思いますよ。どのようなプロセスを得て どのようなメンバーで検討していくのか、まさにこれは規制委員会で確認をして、明示をしていくべき重要事項だということを、これはもう明確に私はご指摘を申し上げたいと思います。それからですね、ここで私、私は委員長のお答えもいただきました、この件、あのこれぐらいにさせていただきたいと思いますけれども、やはりですね今日までの経過を考えれば、早期にやはり会合を開いていただくということ。 これは本当に大切なことだと思います。そして、この会合の持ち方につきましては、現地調査を4名プラス9名、13名でされたという、こういう経過も踏まえて考えれば、この13名の方々にもしっかりと入っていただいて、そして事業者の意見もしっかりと聞いていく、こういうプロセスを経て判断をしていただく、このことを強く求めておきたいと思います。このののの、件はまささに、に規制委員会の信頼、さらに言えば日本の行政機関の 信頼にも関わってくる私は、重要な問題だといいう,うに思います私は結論を同行せよということを申し,申しているつもりは一切ございません。結論を導いていく上においてのプロセス、これをしっかりと明示をして、しっかりとした検討議論を行っていただきたいということを申し上げているわけであります。最後にこの件につきまして、委員長、コメントがございましたらお願いします。田中委員長えと、審議のプロセスをどういうふうにするかということには、もともとこの、 あのいわゆる破砕体の調査に入る前に、こういうことでや,りやるということで、先ほど4つの関連学会からご推薦をいただいた専門家をに協力をしていただいて、やろうということも含めて決めております、ですから、プロセスはあの明確でないというのは当たってないと思いますし、その審議の過程はすべてあの一切一切全部、 あの公開で、ユーチューブで拝見していただけるようになってますので、議事,録議事,あの議事資料も、資料もすべてあの公開でやっていますので、そういった意味では、あの特に私どもとして、何かあのあの先生ご指摘のようなことで、何かしなきゃいけないというふうには、今は思っていません浜野良美君、あのですね、委員長。 公開されれているるこれはおっしゃとりだと思いますただし、これは指摘しておかなければならないのは、この敦賀二号機の件に関して、どのようなプロセスで結論を導,き導いていくこうとされるのか、そのことは全然明らかになってませんよ、これは申し上げておかなければなりません。一回一回の開かれた会合の議事録の問題、私は問うてるわけではありません。どのようなプロセスで、どのようなメンバーで会合を開いていくのか、検討しようとしているのか。 これを明らかにするなんていうことも、当たり前の最低限の対応だということを指摘をして、この件は区切らせていただきたいと思います。次に、専門審査会の関係をお伺いしたいと思います。2問お伺いいたします。この専門審査会、2月5日に原子炉安全専門審査会と核燃料安全専門審査会を設置をするということを決められました。法的に設立をするということを確認されておりましたので、それを決定をされたというところであります。 このメンバーの選定の作業を今やりつつあるという,う理解をいたしておりますけれども、このメンバーにつきましては、過去の審査に携わった方が排除されるものではないというふうに理解をいたしますけれども、それでよろしいのかどうか、それとです、ね、もう一問、原子力規制委員会の委員の方々についてはです、ね、含む規定において、積極的に政治運動はしてはならないと、こういう規定がございます。これはやはやり中立候補の立場で 科学的技術的判断をしていくという、このことに徹する上でやはり、積極的に政治運動をするというような方々は好ましくないということで、この規制委員会の委員の要件に入っている、まあ、副務の中にも入っているということでありますけれども、まあ、当然、この専門審査会の委員につきましても、同様の考え方を順用して、選考がされているというふうに理解をいたしますけれども、まあ、そのような理解でいいのか、お考えをお伺いしたいと思います。 田中委員長えと過去、路安心とか念、ね、安心に関わった方は排除しておりません、ただし、あの結核条件というのが、まあ、細かいから申し上げませんけれども、そういうことはございますので、それについては点検させていただきます、それから、えー、と政治的活動をするかしないかということについては、これはあのいわゆる規制委員といわゆる専門。 あの審査委員とは基本的に立場が違いますので、あの決して政治的な活動をやるのは好ましいということを申し上げているわけではございませんけれども、それを法的に縛るというようなことにはなっておらないということであります、まあ、もちろん、政治的にあまりアクティブにやられるということは、あまり好ましいことだとは思っておりません浜野良臣君。 委員長、最後におっしゃっていただきましたように、まあ、そういう政治運動に積極的にまあ関わるような方が選ばれるということは好ましく思っておられないということでありますので、まあ、そのような考え方を踏まえて、ですね、選任がなされる、選任の作業がなされているものであると、このように理解をさせていただきたいと思います。次に、適合審査の今後の進め方につきまして、2月19日、規制委員会で確認がなされております。申請書の補正および審査書案の作成ということが一つ。 そして外部からの科学的・技術的意見の募集、この2つの項目を決定をされております。これはです、ね、私、このことが報じられて、正直申し上げまして、えー、驚きました。今の段階でこのようなことを決めるべきものなのかという率直な驚きでございます。それと同様にですね、3月4日、立地圏の13県の知事さんが、この決定に関して申し入れをされております。 あまりにも場当たりではないのは、規制委員会で公聴会をやるなら、規制委員会の責任でやってほしい、共済なんていうことは受けられませんということまでおっしゃってます。それとは別に、規制委員会の立場で最終判断をした上においては、しっかりと地元の自治体に説明をしてほしい、さらに言えば、このような案件を、自治体に関わりがあることを決めるのであれば、事前に相談をしてほしい、こういうことをおっしゃっています。私は この13件の知事のご意見、もうま、誠にごもっともなことだというふうふに思います、このようなことを今の段階で決めなければならなかった理由があるんでしょうか、お答えください。田中委員長えとご存じのように、今、17機の原子力プラントの,の審査、適合性審査を進めてまいりました、その中でも少し先に進んでいるところがあって、 大体あのどういったところが課題になっているかということが大体見えてきましたので、その中,そその中からあの適切なものを、その大きなところの問題点をクリアできたものについては、まず補正申請とか、審査、われわれとしての審査,の審査報告書を作,作らなきゃいけませんので。 そういった作業に入る段階ではないかということで、私の方から申し上げたわけです。で、本日の会合で、一応、あのまあ、えーと、とりあえず大きな課題をクリアしたということでは、あの九州電力の仙台12号機について、その作業を進めましょうと、ただし、細部については、いろいろまだ問題が残っていることは事実です。これかかから工事認可とと規定とかそういった 審査をしていかなきゃいけませんので、あの最終的にそういうところまで全部クリアするまでは、かなりあのもう少し時間かかりますけれども、とにかくそういうことをやってみないと、ですね今回の新しい規制基準は、本当に新しいんです、今までとは違う、委員長選上ではできないとい、そういうことで私は申し上げました、それで、そういう新しい規制基準ですから、あの基本的には、 法的には決められておりませんけれども、できるだけ多くの意見を科学的な、我々科学技術的な立場で判断してますが、それについてご意見があれば、それをお聞きしようということで、あのまあ、意見調子の機会を設けましょう、設けたらどうだろうかという、私のが提案をしたわけであります。で、地元の方からも、今、私の手元にも、厚さにすると、こんくらいのいろんな申し入れ書があります。 さまざまな立場から、県知事もありますし、議会もありますし、いろんな方があります。そういったことを踏まえて、あの地元の方には、もしそういう、それと意見聴取ということとまあ、並行して、もし必要があれば、そういう機会を設けてもいいのではないかということです。ただし、先般、あの知事さんたちから、そういうことはあの必要ないというご意見もいただきましたので、その辺について、 まあ確かに十分な説明をしてなかったという、そ知りは受けるかもしれませんけれども、そういったことを踏まえて、もう少しよく話し合った上で、それの扱いについては今後検討していきたいと、そのように思っています浜野芳美君。あの委員長、そしりというふうにおっしゃいましたけれども、私はこの3月4日の13件の知事、えー、決定後、もう10日間のうちぐらいにこれをまとめて、 お出しになってこられてるわけであります極めてこのまっとなご意見だというふうに思いますあの真正面から受け止めて今後の対応ぜひご検討いただきたいというう思いますそれとですね最後に申し上げたいのは私はこの原子力規制委員会新たな組織でご尽力をいただいております敬意を表しますただですねこの規制委員会はルールを決める執行するそして評定をするいわば国会内閣裁判所 すべての権限をお持ちになっておられる存在であるということだと思います、そのような存在であるということを十分踏まえていただいて、今後ともしっかりと科学的技術的検知に立った対応をしていただきたい、このことを申し上げまして、質問を終わらせていただきます、ありがとうございました。竹谷敏子君 公明党のの竹谷敏子でございいまます。す、えー。大臣に所信への質疑をさせていただきます、えー、地球温暖化対策と循環型社会の実現について、えー、具体的なテーマを絞って質問させていただきたいと思います。えー、現在、多くが、えー、焼却処理をされている生ごみ、えー、のバイオガス化、えー、これに着目して、えー 調査を重ねていいるところでございます生ごみは燃やすごみの総量の大体3分の1ぐらいを占めると言われています。この生ごみを焼却しないで、エネルギー源としてバイオガス化して発電する、そういう事業が行われ始めているのは、あの環境省もご承知のとおりだと思います。例えば、新潟県の長岡市。 全市民がこれまでも徹底して廃棄物の分別収集に取り組んでこられましたが、さらなる低炭素社会の構築と再生可能エネルギーを進めるために、官民連携で全国最大規模の生ごみバイオガス発電センターを稼働させました。これによって CO2 の排出は年間2000トン削減できると、資料にあります。 また、これと別に、えー、同じ新潟県でございますけれども、えー、村上市にある民間企業では、えー、温泉旅館から出る生ごみ、これを回収して、えー、家畜の糞尿などと混ぜて、バイオガスを生産し、固定価格買い取り制度を利用して、えー、全量を売電、そして同時にできる熱をハウス栽培に使っています。 こちらは小型なんですけれども、年間約850トン CO2 削減できるとされています。生ごみをはじめとする廃棄物のバイオガス化、これは温暖化対策として非常に有用であると思います。メリットは温暖化対策だけではありません。燃やすごみの量が減ることで、焼却炉や処分場の更新時期を延長できる可能性もあります。また生ごみは プラスチックなどに比較すると、水分を多く含んで燃えにくい、従いまして、ごみ焼却時の補助燃料、都市ガスや重油といった燃料が余計にかかるわけでございますが、この生ごみを燃やさない、生ごみを減量することによって燃焼率が向上されて、燃料費の節約にもなりますし、ここで CO2 も削減される、そして住民と自治体の負担もその分減るということになります。 えー、また、えー、化石燃料の輸入の減少が、生ごみのガス化施設の、えー、設備投資に置き換わるということになりますので、輸入で国外に流出していたお金が、日本国内の産業、雇用の創出に回るという大きな経済効果もあると思います。えー、しかし、えー、自治体が取り組む、また民間企業が取り組むにあたって、えー、ハードルが非常に高いです。そそして、えー、それが故に 普及していないといなとう問題があります今、えー、廃棄物の処理施設が老朽化して、新規に、えー、建て直すというところがあの各地で、えー、ありますが、このごみの分別、行うことの難しさや回収コストの問題で、えー長も、生ごみのガス化、検討しても、お金が余計に、 幾分かかってしまうということで、えー、見送られる、これまでどおり全量焼却とで、温暖化対策の効果など、十分検討されないまま、それが決定してしまうということが今、少なくないと思います、非常にもったいないことであるというふうに私は思います。環境省でも費用対効果の調査研究、行われています。 生ごみのガス化、特に乾式、えー、メタンの施設については、経済的にも大きなプラス効果があるということが示されています、勉強させていただきました。まあ、しかしながら、えー、残念なことに国民の皆様の多くは、このことを知らないと、知らないがゆえに、えごみの焼却炉の話になると、必ず反対運動というものが起きてきます。えー 現場でもお聞きしたんですけれども、反対をされていた方が、もしそういうやり方があるのであれば、私たちの行動の仕方は単に反対ということにならなかったと思うぜひ生ごみを分別回収して、えー、ガス化に利用してもらいたいというふうに、行動が変わったと思う、そういうお声もありました、えー、そういう意味で市町村や一般市民向けにどんなやり方があるか。 そしてどんな効果があるか、もうすでに好事例が出ていますので、それをわかりやすく環境省のホームページで紹介するなど周知を図っていただきたいと思います。えいかがでしょうか。石原大臣、あのただいま委員が生化学のバイオガス化によるエネルギー活用について、あの CO2 の削減という観点が非常に高いというご指摘でございました。私まさにこれ。 委員のご指摘のとおり、三分の一の雨ごみですからね、循環型社会の形成に一番これを推進していけば役立つものだと思いますで、環境省でこれまで何をやってたかということなんですけれども、バイオガス化する施設の整備やですね、技術開発に関する財政支援というのを行わさせていただいております。 で地域特性に応じた合理的で実現可能な取り組みを、まあ、支援している、そのいい例が長岡市であり、村上市であると私も思っております、あの今後も今、委員のご指摘をしっかりと踏まえまして、えー、積極的に支援をしてまいりたいと考えております梶原部長。 あのお生込みのお利用、バイオガス利用につきましての重要性について、まあ、大臣の方からご答弁いただいたところでございます。あのー、本件につきましては、委員のご指摘のように、あのお皆さん、あの市町村の方々、あるいは住民の方々にあの知っていただくというのは極めて重要なことだと考えてございます。私どもの環境省といたしましても、えー、例えばどんな技術があって、えー、どんな施策があるのかといったようなことにつきましては、 環境省のホームページでも報告書などという形で、えー、うあの掲載をしておりますただあのおそれらのことがもっと分かりやすく提示をすべきだということだと思いますそれぞれ今あの大都市あるいはあ中小都市またはあのお田舎の方という形でですねそれぞれの事例、好事例も出ておりますのでそういったようなシステムでありますとか そういった施設を導入して事業をやる場合の経済性、または CO2 を含めた削減効果等につきましても、現在、あの整理をしているところでございますあの <coughs>。本年度事業としてやっておりますので、えー、それが終了しましたら、ですねできるだけ分かりやすい形で、えー、提供させていただければと思っております滝谷敏子君。ぜひお願いしたいと思います。でえー、またあの大臣は初心の中で、えー、技術を通じて 日本の優れた環境エネルギー技術、こ,れをこの普及を通じて、世界全体の CO2 の排出削減に貢献する、攻めの地球温暖化外交戦略と述べられていますけれども、我が国の優れた環境技術を海外展開する上でも、この廃棄物の市場というのは、2050年までにこれからの倍になるというふうに言われています。これから ますます悩む地域が出てくる、まあ、今でもすでにマレーシアなどに技術の提供して協力しているという活動を日本も行っておりますけれども市場としても有望であるというふうに思いますで、えー、先日伺いました村上市の民間企業が行っているバイオガス化の施設でこの中で日本 の技術どこまで使われてますかというふうふに聞きましたら、えー、発電機のガスエンジン発電機使ってましたこれだけは海外製だけどあとは全部日本の技術ですとで特にメタンガスを発酵させる発酵技術というのがあの日本は非常に優れていると。あのもともと農家を 水田農家をされている方でしたので、えー、この技術というのは非常に重要だということもおっしゃられていましたでガスエンジンも日本にも技術あるんですただ小型ガスエンジンはあの低価格とその性能の面で海外のものの方が今、優れているとでこれも国内でもっともっと普及をさせていけば 生産効率も上がって、そして規模の経済も出て、価格も下がってくると思います。そういう意味で、我が国、国内において、これをまず普及させる、そして低コスト化を図るということが、海外に展開させる上でも非常に重要であると思います。昨年11月我が国は国は連気候変動 枠組み条約事務局に対して、2005年度比で温室効果ガスの排出3.8%、2020年までに削減すると、そういう大きな目標を提示いたしました。生ゴミをはじめとする廃棄物のバイオガス化 これは地球温暖化対策を後押しする施策、大臣、この不況、普及、また研究、事象研究にも予算措置を財政支援していただいているところではございますが、今後、地球温暖化対策のための税収の活用も視野に入れて、力を入れてもっと、 推進することによって、後でこの産業雇用となって帰ってくる分野でもございますので、えー、もっともっと力を入れていただきたいと思いますが、えー、環境省、いかがでしょうか浮島政務官先ほど大臣の方からもご答弁ございましたけれども、環境省にいたしましては、循環型社会形成推進交付金といたしまして、あの生,生ごみをバイオガス化する施設を あの交付対象とさせていただき、これを整備する市町村等に対しまして、財政の支援を行っているところでございます。でまた本交付金ではは従来は こののののの生ごごみのバイオガス化の施設に対する交付金のあの率は三分一でございましたでしかし、これに対して平成二十六年より、生ごみのバイオガス化の施設を含めまして、災害時に災害廃棄物の受け入れが可能となるエネルギー回収施設であって、エネルギー効率の高いものにつきましては、交付率を二分の一に引き上げる方針であります。 これにより今後一層あの重点的に支援をしていく所存でございます。こうした取り組みを進めまして市町村における生ごみのバイオガス化に支援をしてまいりたいと考えております。竹野智子君、はい、ありがとうございます。えー、この かさ上げしていただくということで、えー、自治体としては非常に弾みがつく、意欲が湧くのではないかというふうに思います、で一方で、えー、この一定量の生ごみの確保が必要となってきます、ガス化の場合には。しかしながら、分別回収というのが、これは市民の協力がなければいけませんし、またコストもかかるので、二の足を踏む自治体も、えー、多いと思います、えー、これも高いハードルでございますが、一方で、この生ごみ だけでなくて家畜の糞尿尿や死尿また農作物の残酢、あるいは農作物そのものを燃料としてトウモロコシや芋などを混ぜて、えー、バイオガス化するということも有用とされています。で、最、えー、も,もその中で身近で、どの地域にも必ずあるのが、えー、実は下水でございます。で下水処理の施設でで生ゴミなどを混合することでより 消火ガスの発生量を増やすことができるということが、え、すでに証明されています。えー、これまで石川県の珠洲市。また、え、富山県黒部市。えー、北海道の北広島市、恵庭市。え、そして神戸市で実用化されて動いています。えー、これについて、え、国交省。お、いかがでしょうか。岡久部長。 お答えをいたしますあの下水道の処理場で,です、ね、この下水汚泥とこうな生ごみ等のです、ね、こう他のバイオマス、それを混合しまして、えー、まあ消火というです、ね、このメタン発酵の工程を導入してこう処理をしましてです、ね、そのメタンを発電などのこうエネルギー源として利用している事例といたしましては、今、先生の方からご紹介ありました、えー、北海道、北広島市、それから恵庭市、それか珠洲市。 富山県の黒部市、神戸市がございます。えー、ちょっと二三、何、どういうバイオマスを混ぜているかという,うご紹介いたしますと、えー、例えばこの珠洲市ではですね、この下水汚泥とお浄化槽で、それから組み取り飼料、からあ農業集落排水汚れ、それと事業系のですね、食品残差を混合処理をしてございます。えー、またあの、神戸市ではですね、この下水汚れに加えまして、やはりその食品系の 事業系のですね食品残骸でありますとか、木質系の廃棄物を今後処理をしてございます。でまあ、このように、です下、ね、月曜泥に生ごみでありますとか、この食品残骸など、この有機物をですねたくさん含むものを、ですね廃棄物をですね混合して消化をいたしますと、月曜汚泥だけを消化する場合と比較いたしまして、このメタンのですね発生量が増加をし、エネルギーとしての有効活用ができる量がですね、まあ、増加をするわけでございます。 具体的には、例えばこの神戸市ではです、ね、7トンのこの下水汚に対しまして、食品残砂と木質ケア廃棄物を合わせて3.4トン、混合して調理をいたしますと、この消化ガス発生量が約1.6倍に増加すると、まあ、そういう結果が出てございます、以上でございます。竹谷敏子君。ありがとうございます。えー 下水処理施設単独でもあの消火ガスを活用しているところが、えー、確か2200箇所のうち300か所、えー、そのうち発電しているのが40箇所程度であったかと思いますけれども、す、え、で、ー、にそういったところがあるわけですね、施設が。で、えー、ごみ処理単独でバイオガスを作ろうと思うと、丸々施設をゼロから作らなきゃいけないわけですが、下水処理施設に混ぜることによって、多くの あの設備を共有することができるということで、えー、コストが下がります、で北広島市に、えー、行きまして、いろいろ説明をいただきましたが、まあ、北,北広島市の場合は、あのお隣が恵庭市でございますがあの、ゴミを直接埋め立てるしかなかったんですね、焼却するあの施設が。えーみ 建てられなかったが故にでだん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 あの埋め立てる場所がなくなってきたのでやむを得ずえ生ごみを分別回収して下水に入れて処理しようというふうになったそうなんですけれども、えー、このことによって、えー、焼却炉の建設今、えー、計画されてるんですがこの、えー、施設をこの集約化することによって焼却施設の方の等の建設コストが10億円下がったそうなんです。 これ、国費の、えー、節約にもなるわけです、でえー、しかも CO2 も北広島市の場合は900トン以上、この生ごみの混、えー、入によって、えー、削減されているというふうに報告を受けました、えー、非常にいい取り組みだと思います、これ、お隣の恵庭市も同じ状況なんですね。でえー、一方で,です、ね、先ほど浮島政務官からあのエネルギー の効率がいい施設を作る場合は、え三分の一ではなくて二分の一にするというあの平成二十六年からということで、非常にこれ重要だと思うんですね。で、国土交通省の下水処理施設の補助率はえ五十五パーセントだったと思いますが、環境省の循環型社会形成推進交付金の事業の補助率は三分の一と。 今、えー、混合して、えー、処理をするところというのはこれは生ごみの分これは下水の分とこう分けて申請をしなきゃいけなかったりあの予算も、えー、これまでは、えー、環境省は低かったですし手続きもこの分けなきゃいけないので非常にハードルが高いということで恵、えー、庭市や北広島はやむを得ずこれやらざるを得なかったわけですけどこれからのやる自治体がもっともっとこう意欲を持ってこっちをやろうというふうに。 えー、なっていくためには先ほど2分の1というお話ありましたこれ、おそらくゴミ、あのーえー、の焼却施設で焼却の,あの熱で、えー 発電をするというものにも適用されるのではないかというふうに思うんですけれども生ごみを分けてメタン発酵する方が CO2 削減になるわけなんですそこもぜひ検討をしていただきたいこのプラスの補助そして手続きが今下水でやる場合に国交省にも手続き申請してそして環境省にもやってということで非常に大変であの聞くところによりますと石川県珠洲市で第一号をやった時は国交省の方があの いらっっしゃったのでで大丈夫できて、えー、その後、まあ北広島市とか恵庭市で随分こなれてきたあ面があるとも聞いておりますけれどもそれでもやはり手続きがあの非常に自治体からするとあ煩雑であるというお声が、えー、出ておりますので、えー、これをあのなるべく自治体の負担にならないように、えー、緩和する。 検討、そしてプラスの補助、この二点についてぜひあの検討していただきたいと思いますが、え環境省いかがでしょうか。梶原部長、お答え申し上げます。今あの鈴のケース、そしてまたあの北広島北,北海道の北広島市のケース、これはあの私どもと、えー、国交省の 極めて初期の段階の事業でありまして、まだあの実際の例がなかったものでございますから、役割分担も含めて、えー、ご迷惑を大変おかけしたんだと思っております、あの手続きにつきましてはあのーお、国交省と私どもの両方の補助金を入るということで、今、役割分担もそれなりに、えー、できてきておりますので、えー、ぜひですねあの、申請者の負担の軽減になりますように、あの 補助申請にかかる適切な助言をしてまいりたいというふうに思ってございます。そして、あの、先ほど、あの、福島政務官の方からご答弁申し上げましたけれども、生ごみの培養化、生ごみそのものを培養化してですね、バイオガス化してですね、利用する。これにつきましては、あの、現在、ごみの分野で災害の対策というのは非常に重要になっておりますので、 災害対策にも活用でき、なおかつエネルギーの高効率の利用ができるものについては、本年度から、あ、来年度からですね、すみません、失礼しました、あの2分の1にする方向で今、検討させていただいております、それで,下で、下水道汚泥とかですね、そういう信用と合わせてする混合処理の件につきましては、残念ながらあの、今あの、先ほど申しました循環交付金の方が逼迫をしておりまして、直ちに、 女性率を上げるということは難しい状況でございますけれども、おあの廃棄物を適正に処理をする、またあの循環型社会とお低炭素社会が合わせて進められるというような方向、極めで重要なことでございますので、今後ともおこの助成制度のです、ね、どういったようなことができるのかというようなことについては、検討を続けさせてまいりたいと思っております。 竹谷敏子君ぜひ、えー、お願いします、えー、最後にあの大臣におご所見を伺いたいと思いますが、今、生ごみのお話、また下水処理、えー、他のものとの混合処理が非常に効果があるというあのお話しさせていただきましたけれども、えー、大臣の所信の中にありました、まず温暖化対策にする、そして、えー、大幅な省エネにつながる効率的な設備導入の、えー 加速等によって再生可能エネルギーを中核とした自立分散型の低炭素エネルギー社会を実現すること、また、えー、地域活性化への貢献、えー、循環型社会の実現、そして、えー、廃棄物処理施設の防災機能の強化にもこれはつながります。さらには、我が国の優れた環境技術の海外展開、えー、これにも通じるもので、 ございます、えー、ぜひこれを進めて、もっともっと力強く進めていただきたいということを、えー、切にお願いしたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。石原大臣、あのー 委員のこれまでの議論、あのまず生ごみの話も地域分散型のエネルギーだと思いますし、地域の特性を生かして行っていくものだとございます、そういうものを特に力を入れてやれというご指摘でございますので、心して当たらせていただきたいと思います。午後1時に再開することとして、休憩いたします。